SDGs、 それは2030年までに達成すべき世界共通の目標。今回紹介するのはこちらのテーマに取り組む人たち。八代市中心部のアーケード商店街に今年3月町の保健室がオープンしました。その名も八代保健室。月に一度開かれていて、血圧測定など体調チェックをしながら看護師が健康相談に応じてくれます。はい、99%、すごいバッチシ。いいんですか？誰でも無料で利用できるこの八代保健室は、看護師の美濃田さんがボランティアで立ち上げたものです。町の保健室なので、まあ、学校に保健室ってありますよね。それがまあ地域の中にある感じだとイメージしてもらえればいいのかなと思います。この保健室を毎月楽しみにしている人は、あるとちょっと自分の健康チェックにはいいなと思いますね。なかなか病院とか行かないので疲れないし、きつくないから大丈夫だろうと思ってても、やっぱりこうやって血圧とか大丈夫ですって言われると、なんかうんってなりますよね。いろんな話を聞いていただくっていうのもなんかちょっと嬉しいですよね。実は八代保健室は去年の7月豪雨をきっかけに生まれたもの。商店街の他にも坂本町の公民館や仮設住宅でも毎月1回開かれています。やっぱりその熊本地震の時が、病院で勤務してたんですけど、その時自分自身何もできなかったっていう、まあ、身近に起きたこの災害で何もできなかったっていう後悔があったので、その災害支援の時に個別訪問して回ったんですけど、その時にやっぱ一人一人お話を聞いた中で、あ、本当にこういう町の保健室的な役割が必要だって思ったので、作ったっていうところです。コミュニティナースとして活動する美濃田さん、顔を合わせて何気ない会話を交わすことが重要だと話します。これは美濃田さんが手作りした暮らしのノート帳。一人一人とコミュニケーションを図りながら、さまざまなことを書き込んでいきます。八代保健室には美濃田さんの他にも保健師や栄養士など専門性を持った人が訪れアドバイスしてくれます。やっぱ閉じこもりがちになってしまうような人たちのところにも自らこう訪問していったりとか、こう集まっているところとかにこう出向いて、こう健康を大事ということを伝えていらっしゃると思うので、とてもなんか素晴らしい活動をされてるなって思って、少しでもお手伝いしたいなって。美濃田さんの活動を応援する商店街の人たちは、町の活性化にも期待を寄せています。人が集まる 何かがあれば一丁目にとってもプラスになりますし、まだ知名度低いですけど、こうもっと広がっていけばいい意味で町の貢献にもなるんじゃないかなと思います。美濃田さんが目指すのは、身近な存在として何でも相談できる保健室です。なんかちょっと気持ちが少し楽になったなとか、ちょっと心配してたことが和らいだとか、なんかそんな風に思っていただけたら良かったなっていうふうには思います。人とつながり、地域を元気にする八代保健室、美濃田由紀さんの未来への形です。